レマン湖に流れ込むローヌ川2007年6月2日、撮影ローヌ川の保湿器をゴッホローヌ川は、スイス及び、フランスを流れ地中海に注ぐヨーロッパの川。スイスのサンゴタールサンカ海ローの氷河に源を発し、レマン湖を経由して、フランス国内に入る。フランス国内では山脈に沿って大きく迂回しながら、流れ、リヨンでソーヌ川を合わせる。 南へ流れを転じ、いくつかの支流を合わせ、アルル付近で二手に分かれて、三角州地帯のカマルグを形成し地中海に注ぐ。二手に分かれた後の東側の流れを、グランローヌ、西側を、プティローヌと呼ぶ。フランスでは、セーヌ川、ロワール川、ガロンヌ川と共に四大河川の一つに数えられ、そのうち地中海に注ぐ、唯一の川であり、唯一の男性名詞でもある。 全長8 1 2トルのうち、フランス国内を流れるのは5 8 1キロメートルである。フランスを流れる川としては、長さ、流域面積とも屈指のものとなっている。ロールの語源は、ラテン語のロダヌス川であり、さらには、古典ギリシア語のロダノスに遡れるが、これは、ケルト語の河川ベロとあるいはロドの音社と考えられている。プロバンス地方の風物詩である、 北風、ミストラルは、大西洋から、フランス国土に流れ込み、アルプス山脈にぶつかって、方向を変え、この流域を地中海へ強烈に吹き下ろす。この時、気温を10度近く下げ、歩くことも困難になるため、人々はひっそりとこの北風の怒りが収まるのを待つ。3の、倍数日吹き続けるという、この季節風の対策として、 プロバンスの古い家屋では北側に窓を設けないなどの工夫がされていた。鉄道や飛行機が登場する前は、ローヌ川は物資の大動脈としてフランスの南北を結んでいた。例えば、ワインがギリシア人によって最初にマルセイユに持ち込まれると、カエサル率いるローマ軍の進軍とカトリック、修道院の繁栄ともに北に西に運ばれ、ブルゴーニュやボルドーといった。 名産地に伝播した。そのためこの流域には、プロヴァンス、コート・デュローヌ、ウルゴーニュとワインの産地が連なっている。ローヌ川の流量は春と秋に最大となり、夏に最小となる。冬はしばしば安定した流量を示すが、目立ったものではない。ボーケールにおける平均流量は、毎秒1900立方メートルであるが、増水した時には、毎秒5000立方メートルにもなる。 正式な記録が付けられるようになってからの最高記録は2003年12月に示した毎秒14000立方メートルである。ローヌ川は地中海と北部のヨーロッパを結んでいる唯一の流れである。ロードス島、フェニキア時代以来人口と商品の循環において中心をなしている。流域では戦士時代からの痕跡を見つけることができる。563年。 レマンコから5キロメートル上流のトレデューナムと呼ばれた地点でローヌ川に面した山腹が大規模に崩壊。土砂が湖へ流出すると津波が発生し、周辺の村々を飲み込む大災害となった。下流より記載は右岸支流。括弧内は合流点。ありがとうございます。